はい、皆さんこんにちは。鉄道写真家の向川健太でございます。そして赤いサポートのダーチーさんです。はい、よろしくお願いいたします。先週に引き続き、そうですね、はい、はい、いやー、よろしくお願いします。まあ、ここの場所の紹介はもう、まあ、そうですね、前回ね、はい、やってしまいましたので、はい、こちらはですね、石越駅前にあります食堂、はい、赤城亭さんでございます。ありがとうございます、はい、もうこの佇まいです。そうですね、石越駅降りたらすぐ 100m ぐらいで、うん、ここありますので、ありますね、駅前、本当に駅前ですから、はい、ぜひ皆さん、はい、赤城亭さんね、はい、あのネットで調べてもネットで調べてありますからね。そうですね、まあ駅降りたらね、はい、そうですね、あとは美味しいものがあると、うん、ね、はい、まあ、名物はカツ丼、カツ丼ね、ですね、やばいですから、はい、皆さん旅の途中にぜひ、うん、ここに来ていただいてね、カツ丼みたいなのはあんま食べたことないじゃないですか。そうですね、なかなか探してもね、うん、今の時代、はい、なかなか貴重なタイムスリップ系のね、はい、ですね、美味しいのが食べられますから。あと俺はあのラーメンに、はい、中華そばですかね、はいはい、にグリーンピース入ってるんですよ、心は。あ、そうなんですね。子供の頃からグリーンピース入ってて、あ、もう不思議だなと思ったんだけど、そうかそうかそうか、うん、なるほど、じゃあもう変わらずずっと、ね、今も入ってると思うんですよね、はい、皆さんぜひチェックしてみてください、はい、中華そばにグリーンピースが入ってるとか、不思議なねえ、ほんと、うん、でも変わらずずっとなんですね、うん、素晴らしいですね。昨日聞いたんだけど、はい、やっぱお肉にこだわる、チャーシュー、あ、なるほど、うん、そうか、じゃあカツ丼なんだ、カツ丼もそうだし、じゃあチャーシュー、うんうん、お肉、ぜひあのチャーシューとか食ってる系を、そうですね、エネルギー系ぜひ思います、注文してみてください、はい、本当にいいお店でございます。そうですね、はい、はい、そしてね、まあ、前回、はい、11月30日放送の時はですね、はい、今年の上期を振り返るということでやらせていただきましてね、はい、もう盛りだくさんに上期あったんですけど、はい、ですね、下期ですよ、下期もね、はい、まあどんなことがあったかなと、はい、ね、いうことをこれからちょっと振り返っていきたいなと。もう下にいますから、あ、もういるんですね、はい、あ、なるほど、スタンバっていただいてるので、じゃあ呼んでみようと思います。はい、タブレットマン、でん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 、おお、セーフセーフセーフ、イエイイエイイエイ、ありがとうございます。ここに置いちゃったらあんま意味がないからね、はい、意味がない、うん、タブリングが起こって顔がチラッとするんじゃねえかっていう、そうですね、チラッとしたらいいんじゃないですか、ねえ、ちょっとね、まあ、というわけでイケメンの人もらったようにね、はい、下期ですね、下期を、はい、帰りたいと思います。いやー、上期すごかったけどなー、うん、まあ、下期もでも下期は、まあ、下期らしさが出てますね、はいはい、なるほど、僕的に、うん、あの、あれのおかげで気持ち的にだいぶ、なるほど、まあ、これですね、ですね、あれこれですね、これが大変、あの、ね、大変でしたので、いや、本当にお疲れ様でございました。夏祭りですね、大きなイベントでした、石越小学校でもね、そうなんですよね、夏祭りいいイベントでしたね、本当ですね、あの、浅野翔くんですよね、いや、ほんと、圧巻のステージ来ていただいて、ねえ、みんなが引き込まれた時間を、ねえ、なかなか登米で味わえるもんじゃなかったですね、まあ、そうですね、ねえ、すごい貴重な、まあ、この写真なんかそれこそ向川君が撮ってくれて、ありがとうございます、 ね、 ねえ、司会は恒例のワッキー会話さんに、そうですね、ちょっと大きくなりませんけど、まあ、この辺にワッキーさんがあるので、ね、いろんな方に、まあ、ここに出演者は、ね、あと浅野翔くん、あとオレンジカフェ一緒にやってる山本直子さんのゲストで来て、そうですね、リベルタンゴとかね、まあ、電気系のやつはちょっと、はいはいはい、超かっこいい、はい、あれもちょっとね、寒気しますね、今思い出して、まあ、こんな感じでしたね、懐かしい、懐かしい、もう懐かしくなっちゃうな、夏のことなのに、本当にこれはいいイベントでした、はい、あ、そうだ、これもありました、イオンでね、イオンで、イオンさんまで写真展、写真展、ね、はい、夏祭りのちょっと前ですね、はい、あの、この夏祭りあるよっていうのを告知しながら、ね、去年の様子をね、うん、見ていただけるという機会をいただいて、ね、はい、なかなか僕も反響をいただいて、あ、知ってて見に行ってくださった方もいるし、うん、買い物行ってたら、うん、俺なんか見たことある顔だなって言って、うん、連絡もらえたりとか、なるほど、で、ね、あと、あれですね、あの、選挙ちょうど参院選ですかね、はいはい、やってて投票所がすぐ、そうそう、うん、間に合ってでした、でした、あの、市の職員の人たち、はいはい、そうですね、あと、まあ、これに繋がったんでしょう、いやー、ありがとうございます、今月のね、ご縁がね、やっ
そうですね、本当につながるとまたつながり、うん、また広がりっていう実感した1年だったかなと思いますね。あとはバンです。はい、ここは僕もそうですね、お呼びいただき、出させていただきました。笑顔担当で行かせていただきました大番ですね。大番です。我々、はい、は2回目と、ね、いう感じでしたね。夏だからやっぱ明るいですね、うん、そうです ね、確かに、まあ、今年、うん、来年か、うん、来年も一応1月にまた出る、はい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 、申し込みしてますけど。なるほど、ね、お素晴らしい。まああと拾ってもらって、うん、出れれば来年もお正月からオーバーですに出ようかと。恒例ですね、もうね。そうですね、まあ、一応恒例にしたいなと思ってますけどね。で、あと、まだオレンジカフェですね、うんうんうん、これあの今年のこれは7月開催分ですね、うん、ここで、はいはい、うん、7月はあのみんなの家っていうところで、はい、あのコラボで開催しました。で、まあ、コラボ、ね、今までやってなかったんで、うん、ね、まあ、3年目にして初でちょっと一緒にうちでやりませんかみたいな感じで、ね、はいはいはい、この時言ってますけど、フルートの千葉紀子さん、ね、うん、フルート奏者と、あと講師、はい、セミナーはみんなの家さんでやってもらいましたね、うん、はい、まあ、これは初のコラボ、はい、で、あとこれは中田のクリアセンターでやったんですね、うん、あの、で、あとは行き過ぎた、あ、そうか、11月はまだ実はこの収録がこれ15日なんで、ね、15じゃない、15ですね、15ですね、明日なんですなるほど、はい、明日またコラボで、はい、はい、開催します。素晴らしい。パサマの、はい、タクフウェンっていう、うん、はい、なるほど、はい、はい、まあ、これもあのちょっとチケットはもう、うん、当日券は出せないような状況になってるんで、30超えましたね。素晴らしい、はい、後日は受け入れられないんですけど、うん、まず2回目のコラボを、はい、しまして、いいですね、でギタリストの大垣さんと、はいはい、あとセミナーはハックフレンズさんとやってきます。はい、はい、で、あと次ね、あ、これはあとあれですよ、あの電報野獣っていう TBC ラジオ、はい、東高層のラジオですね、うんうんうん、それに共同試験9回の、はい、あの出た回なんですけど、うんうんうん、でその時にあのスポルタンとかね、はいはいはい、でナレーションとか CM とかでナレーションしてる松浦貴弘さんがレポーターで来て、すげえ、なかなか彼もいい声で ね、あ、ここでも松浦さんも食事しました。そうなんですね、うん、じゃあ石越に来られた皆さんは赤手のカツ丼も美味しかったですよ、なんかラジオで言ってました。あ、そうなんですね、そう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 、すげいいっすね、でそれがつながって9月の天井を巡って、そうですよ、また松浦さんは石越を訪れてきて、石越にそうまた再び来ていただけて、 その時は中田の米笹錦買ってたね、そうなんだ、うん、うわー、いいですね、また買いに来ますみたいな、いい声、うまいんすね、うん、まあそんな感じです。あ、松浦さんもですね、うん、テレビラジオ、うん、これ何ですか、あ、これはあと共同試験9回の、なるほど、この間11月頭にあった移動研修会で、うん、宿場でござる的なやつ、ござる、はい、対話帳に行った時、はい、ね、台風の後でしたけどね、そうですね、ここは開催できてよかったね、ここは割と大丈夫でしたね、うん、まあ、吉田川もね、通ってはいるけど、うんうん、元は下流の方でね、うんうんうん、大変なことをね、貸し上がったんですけどね、たくさんご参加いただけてますね、たくさんご参加いただきましたね、すごいですね、ちょっとコスプレさらっとしてるんですけど、本当だ、今年は割とライトな感じでなんかおかっぴきみたいな話だったんですよ、似合いますね、まずちょっとコスプレしてます。で、あとこれは料理ワイナリーっていうね、対話町にあるワイナリーで、すーごいですよ、ここ綺麗、マジっすか、ぜひあのレストラン今ね、この上の方で建築中なんで、あのぜひ連れてってください。なんと素敵なところにね、おかっぽい、そう、もう広いよ、べーってぶどう畑、すごい、ここはうわ、まあ、去年秋ワイナリーにも行ったんだけど、はい、こっちすごいね、そんな、うん、広い、へー、これからどんどん大きくしていくんだと思うんですけど、はい、楽しみ、これからまたスポットになっていくんですね、うん、そんな感じで、なるほど、あ、まあ、郷土史研究会とは言いながら、うん、こういう観光もしっかり大事にしてます、うん、はいはいはい、伊達岩をね、なるほど、そうですよね、食べましたし、貴重だね、はい、うん、うん、まあ、そんな感じです。で、あとこれね、ありがとうございます。共同研究会といえば、まあ、まあ、これの関係でですね、あの130周年関連でね、トークショー、トークショー、今年やっていただいて、元新幹線運転手の中島さんと、中島さんとお話をさせていただいて、中島さん超楽しい方でしたね。あ、そうですね。もう人柄が溢れる方で、
もうね、素敵な出会いをね、うん、ここでもまた僕はいただきましたけれども、うん、まあ、トークショーもね、すごく盛り上がって、はい、そうですね、たくさんの方に見に来ていただいて、そうですね、トークは、はい、東京の方からも来ていただける方もいらっしゃったりしまして、そうですね、本当にね、ありがたいイベントで、都内に人が集まるね、引っ越しに人が集まる、あと、あれですよね、今年はあのクロスラインありがとうございます。これも一応下期ということで、そうなんですね、7月放送で、TBS 系列出させていただきました、ありがとうございます。もう嬉しいっすよね。そうですね、テレビはやっぱり、うん、編集能力高すぎるあれはだってだから撮れ高って全然すごいよね。どんだけ撮ってんの、すごい。あの、これ思ったのが、はい、女川駅から2人でこう並んでこう、こうね、アンディの顔、はいはいはい、あの一発真面目顔が入ってるよね。あの顔すごいよねこらえてんですよ、何あの顔みたいなぜひ腕を取ってない人いたら見てほしいね。そう、あとね、今ね、うん、YouTube にあれ上がったんですよ。あ、そうなんですよ。TBS 公式の YouTube チャンネルがあって、あ、そうなんですか。そこに5回分がまとまって、うん、10分ぐらいの動画になって上がったので、そうだね、5回分だね。そこにね、あの笑い顔と、あ、なるほど、頑張って、うん、クールを装った顔と、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。へえ、じゃあぜひ YouTube で、あ、こいつこの顔だって覚えながら、はい、探していただきたい。この動画見たらそのまま流して、こう流れていただいて、ね、そうですね。なるほどね。そうなんですよ。これも本当に貴重なね、目的には次につながるお仕事をいただけて、うん、あ、はい、はい、ありがたかったですね。ね、JR だったしね。本当ですね。つながっていきます、ね、いろいろと。あと自動乗り店、まあ、開館ね、明かりの方が10周年だったということで、はい、これはね、まず癒しでしたね、開催させてもらいました、はい、まあ、こんな感じでね、作品作ったりもしましたしね、うんうんうん、で、あとは、まあ、ちょっと紹介してよかったのが、これダイナーズっていうんですけどね、はい、これ最近ですね、はい、最近ですね、はい、まあ、いろいろ今年もね、後半いろいろあったんですけど、うんうん、まあ、本当これからまず来年に向けてっていうところもあったりとかしてね、はい、そうですね、はい、ダイナーズを応援していきたいということで、はい、ご紹介の校長先生、本当ですね、南三陸ですから、なるほど、うん、スタッフとして走り回って、あ、もうスタッフさんとして、そうそうそう、はあ、はい、なるほど。あとはこれは桶谷ヘッドコーチと志村 GM、 へえ、すごいショットですね。あとはオクトパス君と、ほう、これはあの日赤のなんかキャラクターと、ダイナーズのティナーです、ね、はいはいはい、はい、なるほど。いや、これハックルズっていうですね、ほう、日本初男性チアリーディングっていうグループなんですけど、はい、まあ、こんなのも今はダイナーズも盛り上げてる、ダイナーズオリジナルみたいな、はい、そうですね、はい、まあ、ダイナーズはあれですよ、あとあの音楽とかもう仙台のガグルってそれこそ審判の会にも毎年出てもらってますけど、そこがちゃんと音楽作ってて、めちゃめちゃおしゃれでかっこいい。そうなんだ、うん、本当会場でなんかもうあの音楽聴くだけでも寒気するもんね。すごい、そこもうど、まあ、大体のスポーツチームって、うん、まあ、音楽ってあんまこだわってないんだって、ある程度雰囲気は作るけど、はいはい、もう本当にやっぱガグルっていうのはもうトラックメーカーなんで、なるほどね、すごくもう細かいところまでこだわって、はい、もうすごいそういう空間、まあ、この間は南三陸のベースサイドアリーナなんで、はいはいはい、まあ、どっちかというと本拠地のゼビオアリーナだったら、もうその暗転させて、なるほど、ライトと照明もやりながら、ね、そういうのでやったらもっと多分かっこいいんだろうなって思いますね。なるほど、はい、いや、でも宮城のスポーツはすごいですね、はい、ですね、盛り上がりますね、うん、まあ、そういうところに気づいてみたらまたなおさらすごい。あ、なるほどね、ぜひということで、何かってバスケも見に行きたいですね、はい、うん、うん、ということで、お、はい、まあ、これで以上なんですけど、なんでこの、これ知ってる、これ、これ、あれってなんだろうと思って、これ3分の1の純情な感情っていう、はい、シャムシエドっていう、はい、バンドの、どうですか、で、まあ、来年のテーマはこれだっていうことで、あ、はい、あの、まあ、こうやってここに今資料ありますけど、はいはい、まあ、いろんなその市民活動とかも含めて、うんうん、少し3分の1ぐらいに近いか、なんかそうですよね、ちょっと多い、いや、今年はすごく、そうなんですよ、毎月のように、まあ、だからダモンで、ね、まあ、もう少しこう減らしてやりたいので、うん、はい、その、まあ、目安として3分の1にして、うんうん、なるほど、3分の1でございます、ギュッとしてより濃い感じでね、はい、ということでございます。素晴らしいですね、はい、まあ、最後これね、今年1年間ね、わー、はい、ありがとうございます、これね、はい、わ、はい、ということで2020年もお願いいたします、旅ラジオね、はい、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます、よろしくお願いしたいと思います、はい、ねえ、はい、いや、盛りだくさん、そうですね、さあ、
振り返りましたけども。振り返りましたけどもね。ね、まあ、でもこうやって見て、またもう2020年の1月15日までヤシの輪カフェやりますよみたいな話で。本当だ。はい、1月15日。そう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 。まあこういうのはちょっと、はい、まあ必要だなと思っている部分なんで、はい、まあ、やらなくなったのが必要ないのかって話ではないんですけど、はい、まあ少しこう、そういう市民活動系は専念して、はい、行こうかな。またちょっとその空いた時間で、また違うこと、はい、やりたいこと、できなかったことがやっぱり多かったなるほどありますよ、はい、バネが多いですから。そうなんですよ。いや、そう思えるっていう、これだけやってもそう思えるっていうのは、ね、まあ、だからね、まあ、そういうところでね、はい、いろいろやってきた、はい、まあね、2020年も楽しみな石越でございます、ね、向川君に負けないように。いや、とんでもないです、ね、もう負けないようにラジオは生放送もできるように、はい、頑張っていきたいと思いますね。よろしくお願いします。はい、お願いいたします、はい、ということで、はい、次回の旅ラジオは12月の7日、はい、土曜日午後3時から放送でございます、はい、2019年の下期を振り返っておりますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。いや、まあ、今年も大変お世話になりましたということになりますね。大変お世話になりました。ありがとうございました。来年も皆様ぜひ、旅ラジ、ね、ともどもよろしくお願いできればと思います。はい。はい、じゃあ、来年は看板マンの顔が見えるのかどうか、そうですね。こうご期待です。はい。はい。ということで、ありがとうございました。またね。